皆さんは覚えているでしょうか。以前メロン組いかがでしょうという企画を立ち上げた鬼ディレクターのこと。その鬼ディレクターが今更解散したメロン組2人を呼び出したのだ。1週間スケジュールを空けておいてというディレクターの言葉は何を意味するのか。何をするのか全くわからないまま2人は待ち合わせ場所に急ぐのであった。元メロン組の運命やいかに。何怖い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 怖